はい、皆さんこんにちは、マネルギルビジです。では今回は新ギレンの野望、逆襲のシャアシナリオ、復活のララ続きをプレイしていきたいと思います。歴史介入ポイントを使ってララを復活させてシャアで完全エンディングを見ていこうという企画になっています。前回までにですね、いわゆるロンドベル隊との交戦を経て、スウィートウォーターでネオジオンの発足を宣言するというところまでプレイをしていきました。今回はその後ですね、地球寒冷化作戦、フィフスルナを落とすという、一大イベント、これを行っていきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。今はですね、スウィートウォーターに敵の、ロンドベル隊がやってきている状態なので、このロンドベルタをね、しっかり撃破していくと、その後にフィフスルナ、これを落とす、隕石落とし、地球寒冷化作戦を発動できる状態になりますので、まずはそこまでしっかり、プレイの方をね、進めていきたいと思っています。諜報部より報告します。ロンドベルが戦力の増強を敢行し、アムロレイとブライトノアが合流した模様です。十分にお気をつけください。報告します。アナハイム社フォンブラウン工場よりサイコフレームに関する技術提供の要請が届いています。フォンブラウンではロンドベル隊のモビルスーツを開発しているのだったな。はい、見返りとして連邦軍兵器の開発技術を供与するとのことですが、要請に応じますか？はい、サイコフレームの技術情報供与なんですけども、イエスとノーの選択肢用意されています。ここはイエスを選択します。ノーを選択してしまうと、この時点で完全エンディングが見れなくなってしまいます。了解しました。グラナダ工場を通じ資料の一部を回します。対等な条件でお前を倒さねば私のプライドが許さないんです。このあたりは何なんでしょうね。シャアのプライドなのか、もし僕が自分の立場だったら、相手より優れた、モビルスーツ装備で確実に勝つ方が、心の安定感が得られると思うんですけど、あえて対等な立場にね、こう相手を引き上げてそこで決戦を挑むっていうのはね、ちょっと常人の考えでは及ばないところだと思うんですけどね。シャアのシャアたるゆえんというところでしょうか。では、スイートウォーターに迫ってきているロンドベルのジェガン隊ですけども、これはララーのアルパージールによるフィンファンネルマップ攻撃で一気に殲滅しましょう。ララーのこのアルパージールのファンネルマップ攻撃かなり強力ですね。一撃で10機ぐらいのジェガンを撃破しましたからね。ただ、このアルパージールはこの後実行するフィフスルナ、これの地球降下作戦の重要なキーキャラクターになってくると思うので、転身させてフィフスルナ方面に向かわせたいと思います。対処が早かったこともあり、我々の存在を知られずに済んだようです。総帥、地球連邦軍の高官から通信です。回線を回します。先の放送拝見しましたが、連邦軍としてはネオジオンの発足を承認するわけには参りません。そうですか。では致し方ない。我々が本気であるということを近くご覧に入れましょう。どういう意味でしょうか。ラサの方々にはくれぐれもよろしくお伝えください。我々は独立のためにできることを実践するのみです。いいでしょう。和平会談の場を設けます。それでよろしいですね。結構。総帥、和平会談へ総帥が直接参加されれば交渉を有利に運ぶことも可能ですが、ご出席なさいますか？はい、和平会談、逆襲のシャア劇場版の中では、ロンデニオン会議、ロンデニオン会談という位置づけのものだったと思うんですけども、これに、シャア自ら参加するか否かという選択肢になります。で、これ参加するにすると完全エンディングが見られなくなってしまうので、ノーを選択しましょう。
映画の中ではね、ここでアムロとシャアが、直接対峙をして、その中でクエスがシャアと行動を共にするような重要な局面、重要な内容が描かれていたシーンだと思うんですけども、ここはノーを選択します。では総帥の代理として私以下召喚たちで会談に臨みます。で、兵器の改良をね、入れておきましょう。ここはギラードオーガの指揮官タイプ、これ今後使えるキャラクターユニットに育てていきたいので、各カテゴリーに対して強化を行っておきたいと思います。特にパイロット系ですね、乗せられるものはこのギラ動画の指揮官用に今後乗せていこうというふうに思います。で、ララーなんですけども、今回のプレイの中で準主人公的なこのララ、すでにレベル20に上がっていてマックスに到達しています。しかもアルパジル乗ってるんでね、この後ここにあるフィフスルナ、このフィフスルナの防衛作戦のために今暗礁中域の方に向かってもらっています。作戦部より報告します。地球寒冷化作戦の草案が完成しました。フィフスルナ落とし作戦を提案いたします。7位の方からいよいよ地球寒冷化作戦ですね、フィフスルナを地球に落とす作戦の提案がされましたが、ここではフィフスルナをね、しっかり守りつつ、かつですね、完全エンディングを見るために、アムロとシャアとギュネイ、この3人がね、入り乱れた複雑な分岐、複雑な条件を満たしていく必要がありますので、まず準備するためにですね、フィフスルナ、この付近に部隊を展開させてからですね、作戦を実行に移していきたいと思いますので、その準備を先に進めたいと思います。では、部隊をね、フィフスルナ防衛のために展開しましたので、ここで、いよいよ、地球寒冷化作戦、これを発動していきたいと思います。いよいよ、地球寒冷化作戦を実行に移す。これより我が軍は、フィフスルナ落とし作戦を実行する。本作戦は、地球寒冷化の成否に関わる重要な作戦だ。諸君らの検討に期待している。フィフスルナ、スペースコロニー建造で用いられたかつての資源採掘惑星である。シャアはフィフスルナを利用した恐るべき作戦を実行に移した。この打ち捨てられた小惑星を地球へ落とし、地上の人々を粛清しようというのだ。その標的は地球連邦本部ラッサ、連邦政府への裁きの鉄槌が今下されようとしていた。はい、フィフスルナの防衛、工作官がカクパルスエンジン点火作業を行っています。点火完了まで周辺を防衛してくださいということで、ここにブライトとアムロ、ロンドベル隊がやってきますので、ここをね、死守しなければならないという内容になります。フィフスルナの落下コースはサイド2レーザー施設の射程範囲内にあり、攻撃を受ける可能性が高いとのことです。くれぐれもご注意ください。諜報部より提案いたします。サイド2のレーザー施設は使い方次第では強力な武器となります。現地へ工作員を送り、施設の乗っ取りを試みます。工作員の派遣許可をお願いします。はい、これをですね、セコセコと情報レベルを上げてきたので、このサイド2のレーザー施設、これの乗っ取りイベントが出てますが、情報レベルが低いとこのイベントそもそも発生しないという内容です。今回発生させることができましたので、工作員を派遣しておきましょう。早速現地へ工作員を派遣いたします。報告します。ロンドベル隊がフィフスルナへ向かって高速移動中です。総帥、フィフスの核パルスエンジン点火作業には時間を要します。点火完了まで核パルスエンジンを破壊されないようご注意ください。はい、核パルスエンジンを防衛しましょうということで、ガードのね、表示が出てきていると思いますので確認しましょう。こちらですね、ここを破壊されないように気をつける必要があります。で、ここから
完全エンディングを見るための条件というかね、確認を先にしておくと、まずここにですね、今アンノウンになってますけども、一番上にいるリガズイ、ここにアムロが乗っています。このアムロとギュネイを隣り合わせにしておいて、核パルスエンジン点火ターンにおいてギュネイがアムロに対して苦戦しているというイベントを発生させます。そのイベントを見た後にシャアでアムロを撃破するというのが、このフィフスルナ落とし作戦の中で必要となる完全エンディングを見る条件になっています。なのでこれを確実に行っていきたいと思います。で、フィフスルナを守りたいんですが、ここにいるナイチンゲールにシャアを乗せているんですけど、これを突出させてアムロと先に接触させてしまうと完全エンディングが見れなくなってしまうっていうね、これまた複雑難解な条件があるので、ここをね、まずクリアしなきゃいけないので、シャアのナイチンゲールは前に出しません。代わりにララーのアルパージールを前に出して、これでね、敵部隊を殲滅しておきましょう。攻撃、このフィンファンネル本当に強力ですからね。ここでできるだけ数を効率よく削っておきたいというところです。でもちろんそのギュネイが撃墜されてもいけないので、隊列はですね、ギラ動画を前に置いて、ギュネイのヤクト動画一番後ろに置いておきましょう。これでね、撃墜されないように気をつけます。私には守るべき人がいます。だから戦うのです。ここもララードビット攻撃で数を減らしておきましょう。強い。本当にアルパージールにララーが乗るとこのマップ攻撃でだいぶ敵を削れるというのが本当に心強いですね。敵をね、一気に数削れるし、ダメージも固定ソースになってるので、まあ、確実に計算が立つっていうのがね、大きいですね。スイートウォーターの方に敵の大部隊が来てるのがちょっと気になりますが、ここはですね、イリアのキュベレーを派遣してあるので、これでね、しのいでいきます。さあ、ここにアムロのリガズイがいるので、早めにギュネイを近づけて接触させちゃいましょう。ここはマスト条件になってるのでね、接触させちゃいます。攻撃もあんまり仕掛けたくないような気もしますが、ここは一度攻撃をして接触だけ取っておきましょう。ご覧のような形でですね、アムロのリガズイにこのギュネイ、ヤクト動画を隣にしてあります。ここから動かさないというね、条件にして、まずはギュネイが苦戦するイベントを見ましょう。その後ここにいるナイチンゲールに乗ってるシャアでこのアムロを撃破していきます。私は人類の業を背負っているのだ。負けるわけにはいかない。ナイチンゲールにシャアが乗った時の強さちょっと確認していきましょうか。胸部にメガ粒子砲ついてるんですね、ナイチンゲールは。どうだろう、防御されるとそこまで無双できる強さっていう感じもちょっとしないな。まあ、ロッキースタックしているジェガン相手に3機撃破したというのがこの今のナイチンゲールの強さですかね。プッシャーは何だ。さあ、ここアムロとギュネイのバトルシーンです。アムロはさすがに先頭にいますが、ギュネイは一番後ろでダメージを食らわないようにね、
頑張ってるっていう状態ですね。でギラ動画がやられたらギラ動画を補充してギュネイのヤクト動画が、まあ、やられないように隊列の一番後ろに常にいられるようにしましょう。いやアムロ強いな。格闘で3機ともやられましたね。まあ、ここでただアムロを撃墜してしまうと条件が満たせなくなるので、まあ、ここはね、惜しみなくモビルスーツを投入して我慢しましょう。報告します。フィフスルナの核パルスエンジン点火に成功しました。地球への侵入角度速度ともに良好、我々の勝利です。はい、フィフスルナの地球降下作戦、うまくいっていそうですね。援護の必要を認めます。フィフスルナの投入は終わったので引き上げのサインを出せ。出しましたが、モビルスーツの交代のためにミノフスキー粒子を散布して電波拡散をすることができません。その分ギュネイが危険か。よし、ギュネイを援護開始する。このシーンは逆襲のシャアのアニメ映画の中でもありましたよね。じゃあ早速ナイチンゲールでアムロを撃沈しに行きましょう。なんでこんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。人が人に罰を与えるなどと。私シャア・アズナブルが粛清しようというのだ。アムロ、エゴだよ。それは地球が持たん時が来ているのだ。ではアムロを撃墜していきます。私シャア・アズナブルが粛清する。ここでアムロにナイチンゲールで格闘を当ててアムロを撃墜です。貴様ら頑張りすぎだ。それでは私に勝てんぞ。では残りの部隊もね、ここで、叩いておきたいと思います。ブライトのラーカイラムですね。ここはレズンとギュネイで向かってます。これも撃墜、撃沈です。報告します。サイド2のレーザー施設乗っ取りに成功しました。まもなくロンドベル艦艇へ向けレーザー攻撃を行います。付近の友軍は退避してください。無事、手心を加えたな。シャアそんなモビルスーツでは相手にならんな。私の機体も投入して間もないのだぞ。はい、ここで完全エンディングを見るための条件、一つまた満たせたと思います。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。